はい、それでは問題見ていきましょう。ボイラーの運転を停止し、ボイラー水を全部排出する場合の措置として誤っているものは次のうちどれか。運転停止の際はボイラーの水位を常用水位を保つように給水を続け、蒸気の送り出しを徐々に減少する。運転停止の際は押し込みファンを止めた後、燃料の供給を停止し、石炭だけの場合は炉内の石炭を完全に燃え切らせる。運転停止後はボイラーの蒸気圧力がないことを確かめた後、給水弁、蒸気弁を閉じる。運転停止後はボイラーの蒸気圧力がないことを確かめた後、ボイラー内部が真空にならないように空気抜き弁、その他蒸気室部の弁を開く。ボイラー水の排出は運転停止後ボイラー水の温度が90度以下になってから吹き出し弁を開いて行う。はい、この中で誤っている措置がありますね。それはどれでしょうか。はい、いかがでしたでしょうか。答えはこちらですね。これもうね、この問題は問題文選択肢を読んだ瞬間に取ってほしいぐらいな感じですね。運転停止後、押し込みファンを止めた後、燃料の供給を停止し、まだ燃えてますよね燃えてますよねっていう、まあ止めた瞬間はまだ燃えてるんでしょこれで、この後にやっと燃料を供給して、止めた後どうなっちゃうのっていうね、おいおいおい、もうこの選択肢に突っ込み入れられるぐらいになってほしいね。順番ちゃうやろっていう、あ、変な関西弁ですいません、順番違うでしょっていうね。もうこれはね、しっかりボイラーの停止する時の順番を押さえておけば間違いないと思うので、ここはしっかりこの、それこそ選択肢に突っ込みを入れてくださいね。そうでない方はボイラー停止の手順もう一回確認しましょうということで、まあその他はね、こういう選択肢は合ってますから、確認をして、間違った人は停止の手順をしっかり確認しておいてください。はい、ということで、ボイラー水を停止するとき、それからそれボイラー水を全部排出する場合の措置でした。